ライデンだ。ライデン、変わったコードネームだ。本名は平凡だ。そうか、いつか聞ける時が来るかもな。なんだあれは。さあ、誰か私を殺して。ダメだ、弾が逸れていく。あれが幸運の女神か。今日も私は不幸になる。さあ、誰か私に幸福を。ごめんね、カモメさん。いつか私も行くから。バイザー、シール10ブラボーチームが全滅した。そうか。突入したヘリはどうなった。2機ともマンハッタン湾に沈んだ。奴らはハリアー2を所持しているようだ。バカな、ハリアーだって。うろたえるな、予想されたことだ。何？彼らがデッドセルを引きつけてくれたおかげで君の潜入は成功し、敵の戦力も把握できた。全てフェイントオペレーションだったっていうのか。ライデン、落ち着くんだ。これより任務は全て君一人に託されるんだぞ。しかし迷ってる暇はない。奴らが突入の報復を行うことが考えられる。人質の命が危ないと。それもある。だが同様に警戒すべきなのはビッグシェルが爆破される可能性だ。爆破によって発生する有毒物質が周辺海域一帯に拡散すれば
湾内だけでなく沿岸部への影響も計り知れない。環境回復には何世代もかかる。ライデン、作戦を変更する。大統領の救出は後回しだ。彼らがビッグシェルに仕掛けた C4 を除去してくれ。一刻も早くな。大佐、俺には爆弾処理の経験はない。ブラボーチームとともに爆弾処理の教官が降下している。シール店の作戦では C 客に残ることになっていた。まだそこにいるだろう。これもシミュレーション通りなのか。何を言っている。 C 客に向かうんだ。彼を探せ。了解。だがその前に一ついいか。なんだ。奴らはデッドセルは何者なんだ。あの女、弾が当たらなかった。さっきの吸血鬼といい、そう、悪夢を見ているようだ。ジャック、しっかりして。ああ、ローズ、君がこのミッションに参加していることも信じられない。いつ目が覚めるかと。ライデン、これは現実だ。目が覚めることはない。あまりにも全てが現実離れしている。私は覚悟を決めた。悪夢でも現実でも私はあなたを見てる、最後まで。分かったよ。君だけは、ローズだけは夢であってほしくないものだ。話は済んだか。ならば C 客へ向かってくれ。動くな。撃つぞ。警官。いや、 NIPD ではない。ブラボーチームと共に来た。あんたはシール店の連中はどうなった。全滅した。全滅。そいつは弱った。まだだ、動くな。大丈夫だ、その男は敵じゃない。誰かで構わず銃口を向けるもんじゃない、若いの。あんたは。ああ、私はピーター・ステルマン。インディアンヘッドの教官、 NIPD 爆弾処理班の顧問でもある。そう、そして今回貧乏節を引いた哀れな老人。引退したと思っていた。ああ、このざまだからな。有名な教会を一つ消滅させた。もちろん人の命も。あいにく私はこの右足一本で済んだ。あんたが爆弾処理の教官？若いの、この先生を知らないとは。爆弾解体のどの教本にも出てくるぞ。まあ、最近の若い者は知るまいって。引退したあんたがどうして。今回のテロリストの一人に私の教え子がいる。爆弾王ファットマン。わずか10歳で原爆を組み立てた爆弾マニア。奴は私が作った。それであんたが。私はこの体だ。現場で指示を与えるはずだった。しかしその作戦も失敗だ。いや、そうでもない。ここに爆弾処理に精通したプロが少なくとも2人はいる。あんたらシール店の人間か。突入前のブリーフィングでは見なかったが。あ、別動隊なんだ。俺はプリスキン注意。よろしく先生、あえて光栄だ。プリスキン注意、爆弾処理の経験はあるのか。俺なら大丈夫だ。そっちの若いのにも手伝ってもらう。人手が足りない。いや、俺は。あんた名前は。ライデン。変わったな。だな。他に生存者。私と一緒にもう一人の技術者が。技術者。痩せた男だ。私たちと一緒に降下したんだが。その男は。さっきの騒ぎの間にどこかへ。殺された。いや、遺体は見ていない。そうか。ビッグシェルのセキュリティシステム設計者ということだった。なぜ民間人を。ここは全てがコンピューター管理されている。設計者の彼がセキュリティを解除する役目だった。そんな話があったのか。政府発行の命令書も持っていた。とりあえずそいつのことは置いておこう。今は奴らの仕掛けた爆弾をどうにかすることが先決だ。シール10の爆弾処理班は全滅した。
だから俺たちだけでやるしかない。悪いが爆弾処理の経験はない。ちょっと待ってくれ。おいおい、またボスに相談か。ライデン、スティルマンが無事だったのは何よりだ。彼と協力してビッグシェル内の C4 を解除してくれ。アイサ、俺は爆弾解体の訓練なんて受けたことがない。大丈夫だ。そこにいる男は爆弾処理の専門家だ。超一流のな。彼の指示に従ってくれ。ただしライデン、こちら側の素性やミッションについては一切話すな。スティルマンと一緒に技術者が降下したという話は本当なのか。いや、我々も聞いていない。シール10の独自行動だろ。そんなことより先ほどの突入に対する報復が考えられる。爆弾の除去を急いでくれ。大佐、爆弾解体など俺にはできない。ジャスク、私。ローズ。大丈夫、あなたならできる。きっとできる。確かに爆弾解体の VR 訓練は受けてはいないが、 C4 の取り扱いは訓練済みだろう。 C4 を仕掛けるのとはわけが違う。大丈夫、できるわ、あなたなら。どうだ若いの、結論は出たか。深刻に考える必要はない。君たちにやってもらうのは正確には解体ではない。あくまでも爆弾の一時的な凍結処理だ。所詮解体除去は素人には無理な話。いいか、見てろ。これが C4 爆弾。今起動状態だ。爆弾が鼓動しているのがわかるだろう。こいつにこれを吹きかける。どうだ、簡単だろ。とにかくこのスプレーで起爆部分を瞬時に冷却する。どれくらいこの状態が持つんだ。この状態で爆発することはありえん。このまま放置しても24時間は大丈夫だ。それだけ持てばことは足りる。人手があればちゃんと解体したいが仕方あるまい。スプレーの飛距離は数メートルだ。床や壁、天井、机の下、あらゆるところを探すんだ。爆弾をセットした人間の思考を思い描け。悪いがファットマンは俺の教え子じゃない。何か爆弾の位置が分かるものはないのか。これを持っていけ。俗に言うイオン液動性蒸気探知機の一種だ。 C4 爆薬から発生する気化ガスを検知する。なんだって。つまり人間には感知できない C4 の匂いを嗅ぎつけるということだな。そうだ、君たちのレーダーにリンクするように調整した。シオンが発する匂いが視覚化されてレーダーに表示される。これを常に装備してレーダーに注意するんだ。匂いがないシオンがあったら。私はファットマンをよく知っている。あいつは自分の美学にこだわる男だ。サインか。そうだ、あいつは作った爆弾に必ず自分の使っている香水を振りかける。例外は一つもない。センサーはその香水の匂いにも反応するようセッティングしてある。それもあんたが教えたのか。いや、あいつ自身のこだわりだ。あいつは法にも常識にも従わない。だが自分で決めたルールにだけは従うやつだった。あいつには何もかも教えたつもりでいた。子供のいない私には親子同然の関係だった。あいつには優れた素質があった。あいつは特別だ。あいつほどの才能は見たこともない。インディアンヘッドでも特別扱いだった。いつしか奴はファットキャットと呼ばれていた。それがいけなかったのかもしれん。最も伝えなければならなかったことを伝えられなかった。人には語り継がなければならないことがある。それを間違いないことだ。そうだ、私はあいつに技術しか伝えてやれなかった。何としてもあいつを止めなければならん。そのセンサーとやら効力を見せてくれないか。そうだな、見ていろ。スイッチを入れる。レーダーに映っているだろ。これが C4 から発せられる爆弾の匂いを視覚化したものだ。かなり広域だな。文句を言うな、ないよりマシだ。センサーを起動してそのエリアを探してくれ。わかった。だが忘れるな、このセンサーを使うにはレーダーが必要だ。必ず各客のノードにアクセスしレーダーをオンにするんだ。あと敵には見つからないことだな。敵に発見されるとレーダーは効かなくなる。そういうことだ。我々がいるこの C 客にもファットマンは C4 を仕掛けているはず。この近くに。ここの構造は分かっている。奴がこのプラント
ビッグシェルを破壊しようとした場合、わかるのか？もちろんだ。奴に技術を教えたのは私だ。奴の発想は私の理論。爆弾は一種の思想だ。場所や時代には左右されない。ビッグシェルは六角形のユニットが南北につながっている。それぞれの脚部、つまり六角形の各頂点に最低1箇所ずつ C4 が仕掛けられているはず。ここにダメージを与えるには最低限それだけ必要だ。シェル1に6箇所、シェル2に6箇所、少なくとも計12箇所。ビッグシェルの構造と材質、力学上から見ての結論だ。もちろん奴も同じ結論に達したはず。若いの、このシェル1の方は頼む。俺はシェル2の爆弾を解体する。これを持っていけ。これは？ここの職員のセキュリティカードだ。ビッグシェルはレベル別のセキュリティシステムが敷かれている。それぞれ扉に書かれたカードナンバーに対応している。ライデン、君のカードはセキュリティレベル1の扉を開けることができる。ブリスキー、君はセキュリティレベル3だ。隣のシェル2へ行くにはレベル3のカードが必要だからな。どうしてこれを？一緒に来た男から預かった。本来なら彼がここでさらに高度なセキュリティレベルに侵入できるカードをプログラムするはずだった。したがって全てのエリアに入れるわけではない。残りのセキュリティは個別で対応するしかないな。さて行くか。親父さんはここで待っていろ。いや、私も行く。俺たちだけで十分だ。しかしその足でついてこられても邪魔なだけだ。ここは戦場だ。じいさんの重りをしている余裕はない。なあ、ここは俺たちに任せてくれないか。あんたは当初の作戦通り無線で指示をくれればいい。分かった。私はここでサポートをする。まさかのための準備もしておいた方がいいかもしれんしな。まさか。二人とも頼むぞ。かなり危険な任務だが。危険を犯す者が勝利する。何かあれば無線連絡をしてくれ。周波数は 140.25 だ。若いの、お互い頑張ろうや。センパーファイ。あの男、シールズではない。海軍の人間ではないな。え？センパーファイ、常に忠実であれ。ジャヘッドの言葉だ。通常ヘッドホンで指示を与える隊長は CP にいる。シールズでは士官が現場に出張ることも稀だ。さらに危険を犯す者が勝利するは SAS の言葉。彼もテロリスト？いや、そうは見えん。どちらかといえばあんたの方が怪しい。俺は…まあいい、爆弾を頼む。あんたはどうする？じきここにも敵兵が戻ってくる。この貯蔵庫にしばらく身を隠しておく。中から鍵をかければ安全だろう。食料もたくさんあるしな。私のことは心配せんでいい。ここから無線機で指示を出す。頑張れよ、若いの。爆弾解体は己との勝負だ。恐怖に飲まれるな。恐怖に屈した時、闇に引き込まれる。こちらライデン、B 脚の C4 を処理した。変電盤横の壁に仕掛けてあった。そうか、あいつらしくない。何かおかしな点でも？ああ、プレスキンの報告も聞いているが、どこも効果的な位置ではない。どういうことだ？ここを沈めるための最適な設置場所ではない。沈めるつもりはないということか？うん。
明らかに爆薬の無駄遣いだ。あるいは何か見落としているのか。わだ。あいつは私が出てくることを予期していたはず。何かありそうだ。こちらライデン、F 脚の C4 の処理を終えたところだ。 B1 に仕掛けてあった。おかしい、これじゃまるで素人だ。どういうことか話してくれ。これまでに設置されていたどの C4 も適切な場所とは思えない。爆薬量も最適ではない。バットマンにも間違いはある。いや、何かある。急いでくれ、ライデン。気になる。おとりなのか。わからない。プリスキンにも用心筋を伝えておく。頼むぞ。気をつける。そこにはクレイモア地雷がセットされている。なんだ。ステルス装備のクレイモアだ。肉眼では見えない。地雷探知機を使う。誰だお前は。ディープスロートとでも名乗っておこう。ディープスロート、シャドウモセス事件の。いや、ミスター X とでも言っておこう。ミスター X、 どうした、なぜ言い直す。そんなことはどうでもいい。何者だ、なぜ俺に忠告を。ファンの一人だよ。大佐、ミスター X という人物から無線連絡が入った。何者だ。わからない。バースト通信ではなかったようだ。ビッグシェル内部から発信されている。奴は最初ディープスロートと名乗った。まさか。ああ、私も聞いた。しかしそれはありえんことだ。シャドウモセス事件でその名を語ったグレイフォックスはすでに死んでいる。敵だと思うか。わからん。注意しろ。ダンボール箱を装備してるな。ダンボール箱は敵の目を欺く最高の偽装といえる。スニーキングミッションの必需品だ。そうなのか。もちろんだ。ダンボール箱に命を救われたという工作員は古来より数知れない。みんなこれを使ってきたのか。当たり前だ。ダンボール箱をいかに使いこなすかが任務の成否を決定すると言っても過言ではないだろう。ただし、いかにダンボール箱といえど素材は紙だ。手洗い扱いをするとすぐダメになるぞ。とにかく段ボール箱は大事に使え。丁寧に扱えば段ボール箱もきっとお前に応えてくれる。真心を込めて使うんだ。必要なのは段ボール箱に対する愛情。粗略な扱いは許さんぞ。いいな。ああ。サイハエは落とした。そちらはどうだ。ええ、聞いて。さっき忍者のような男を見かけたんだけど。忍者。そう、あれはまさしくサイボーグ忍者。刀を持っていた。まさか。何か隠してない。オルガ、アーセナルの天狗部隊と見間違えたのではないのか。バカ言わないで。違うわ、あんな兵装見たことがない。わかった、見張りを増強しよう。他には。それともう一つ、信じないでしょうけど、ダンボールをかぶった男を見たわ。どこで。シェル2への連絡橋よ。こっちは信じるのね。ダンボールをかぶる男には心当たりがある。シェル2への連絡橋にトラップを仕掛けよう。じゃあね。動くな。デッドセルか。違うわ、ひどい言い草。銃を捨てろ。嫌よ。
ロシア人の女兵士を見かけた。ああ、彼女はオルガ・ゴルルコビッチ。なぜ知ってる？お前と違ってブリーフィングを受けたからな。デッドセルではないのか？ロシア私兵部隊のリーダーだ。ビッグシェル内を巡回している奴らだな。ああ、親父のゴルルコビッチ大佐が死んで以来、彼女が部隊を統率している。あの女には注意するんだ。かなりできるぞ。こちらライデン、 D 客の C4 の処理を終了。よくやった。残りはあと一つ。こちらプリスキン、親父さん聞こえるか？こちらスティルマン、どうした？ライデンも聞いてくれ。聞いてる。親父さんに言われて H 客の客テーブを調べてみた。何を？私がプリスキンに頼んだんだ。爆薬をセットする位置の選択がファットマンらしくない。それで？あんたの言う通り、客テーブに C4 が大量にセットされていた。やはりな。あいつめ、それが本命だ。それじゃあ今までのはダミー？いや、どれも脅威であることは間違いないが、一つの爆発でこのビッグシェルが沈むほどではない。しかしその客テーブは違う。かなりのダメージになる。それだけじゃない。その爆弾はセンサーに反応しない。なんだと？新型だ。匂いセンサーではつかめない。 C4 から発生する気化ガスが外に漏れないよう厳重にシールドしてある。サインの香水もない。おやじさん、読みは外れたな。よく見つけたな。全くの偶然だ。危ないところだった。センサーに反応しない爆弾。おやさん、どうしたらいい？他にもあるんだろうか？わかった、私が行く。見てみなければ分かろう。その足じゃ無理だ。そうだな、冷却スプレーで試してみよう。待て、こいつには何かある。どうする、おやじさん、迎えに行ってやろうか？いや、大丈夫だ。ライデンはあと一つだったな。そうだ、ただし匂いのある信用はという意味だが。プリスキンは？俺はこいつを除いてもあと二つ。やはり私が行く。シェル2へ行けるカード4も持っている。無理だ、その足は途中で敵に見つかる。その心配はいらん。実は私は歩けるのだ。そればかりか、走ることもできる。どういうことだ？5年前のことだ。年がいもなくビビってしまった。おかげで教会が爆発した。近隣の子供たちも巻き添えを食った。この5年間私は嘘をついてきた。嘘？そうだ、私は右足を失ってなどおらん。私の失敗であまりにも多くの犠牲が出た。私はあろうことか世間の同情を買おうとした。攻撃の目をそらそうとした。非難を逃れようとした。周りの視線から逃れるために仮病を使ったのだ。私の足は義足ではない。歩くことも走ることもできる。私は嘘をつくことで自分の罪から逃れてきた。世間への嘘だったはずが、時を経るごとに己への嘘となっていった。自ら被害者を演じることで世間を、いや自分を騙してきた。身を守るはずの嘘がやがて自分への重圧へと変わっていった。そんなことで犠牲者が浮かばれるとでも？そうだ、私は卑怯者だ。親父さん、許してくれ。若者たちよ、いいか、私は歩ける。ファットマンは私が止めねばならん。あいつの暴走も私の責任、私の罪だ。自分を欺き、大切なものを何も伝えられなかった私の、これから自分の罪を解体しに行く。分かった、親父さん、任せる。ライデンもいいな。ああ。親父さん、シェル2の G 客と H 客の敵兵は排除した。他の客へは出入りするなよ。すまんな。それじゃあ俺は爆弾解体を続ける。ライデンも解体に戻ってくれ。分かった。無線機を持っていく。何かあれば連絡をくれ。
義足のピーターのニックネームも今日で終わりだ。ライデン、お前どこにいるんだ。いや、これは何、恥じることはない。任務達成にはあらゆる手段を尽くす必要がある。プリシケ、俺も昔はよく入ったもんだ。え、最後のシリオンを解体した。センサーに映るものはもうない。よし、よくやったライデン。先を越されたな。俺の方はまだ一つ残ってる。スティルマンの方は？間違いない、無臭のシリオンだ。しかもすごい量だ。シェルワンにもあると思うか？ある。おそらく A 脚底部のどこか。確かか。この脚底部を破壊するとシェル2はほぼ壊滅する。シェル2が沈むということか？いや、すぐには沈まん。この脚が破壊されてもまだ5脚残っている。ただしシェル1も同時に爆発すればそうはいかない。ビッグシェルは微妙な均衡で姿勢を保っている。シェル1も爆破されれば自重を支えきれなくなり自壊する。どうすればいい？無臭のシリオンも探知できるセンサーがある。中性子後方散乱装置と水素爆発物探知機を併用したものだ。さっきあんたが C 極の貯蔵庫で手に入れたものだよ。使えるのか？ここで試した。確かに反応する。ただしレーダースクリーンではなく音で知らせる仕組みだ。音？音の感覚だ。短くなるほど接近していることを意味する。わかった。ライデン、そっちは頼んだぞ。もう少し調べて冷却できるかどうか試してみる。それまでは手を出すな。わかった、連絡を待つ。無臭爆弾はどうなった？目の前にあるが、まだ近づいてはいない。プリスキンの方はどうだ？もう少し待ってくれ。今最後の客に到着した。敵兵が邪魔だ。先に排除する。スティリバン、厄介そうなのか？ああ、少し妙だ。起爆装置が作動していない。何？だがセンサーは生きている。これは。こちらプリスキン、最後の C4 を発見した。まさか。今から凍結する。これで。プリスキン待って。やはり。どうした？起爆装置が動き出した。カウントダウンしている。どういうことだ？通常の C4 爆弾の信号が全て消えたらこちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだ。ライデン、シェル1の爆弾も起動しているはずだ。間違いない。急いでくれ。残りカウントは200秒だ。200秒。ライデン急げ。 A 脚底部に急ぐんだ。ライデン、プリスキン、いいか、よく聞いてくれ。どうした？まずった。何があった？ハットマンにやられた。距離だ。マイクロ波だ。マイクロ波？2メートル以内に近づくと感知する。私の教えていないトラップだ。さっきの仕掛けといい、このトラップといい、爆弾の技術に関する限り奴は私を超えたな。だが。おやさん逃げろ。いや、あと30秒もない。そんなバカな。プリスキン、エッジ極からなるべく離れろ。おやさん。ライデン、近づいてはダメだ。冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ。俺にできるのか？お前ならできる。いや、無理だ。大丈夫、やるんだ。お前ならできる。大佐、爆弾を解体した。よくやったライデン。大きな犠牲を払った。ああ、大佐、爆発の影響は？汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしい。シェル2の中央棟が浸水している。それと油膜に引火して海面が炎上している。有毒物質の発生は？今のところは心配ないようだ。ビッグシェルは姿勢維持できるのか？大丈夫だ。シェル1には影響はない。
とにかく爆弾の脅威は去った。次の指示は大統領の救出に向かってくれ。とりあえずそこから上に戻るんだ。了解。ライデン、爆弾の強制除去に対する報復があった。何？人質が1名殺害された。奴ら屋上でこれ見よがしに頭を撃ち抜いてみせたよ。衛星がはっきり捉えた。クソ。今後1時間ごとに1名ずつだそうだ。どうすればいい？俺はそのまま任務を続行しろ。大統領救出が優先だ。他の人質は？最優先はジョンソン大統領だ。人質に優先もクソもない。ジャック、冷静になって。あなたの気持ちはわかるわ。でもあなた一人では人質全員を救出なんてできない。俺一人ではな。あの男に期待しているのか？無線は通じないようだが。俺一人では任務遂行は無理だ。あの男はシミュレーションには入っていない。あの男はファクターには入っていないのだ。大佐、何だって？君の任務はあくまでも単独作戦行動。シールズの再突入はないのか？まだ目処も立っていない。我々は待つしかできない。君だけが頼りなんだ。分かった。ライデン、大統領の救出に向かってくれ。まず A 脚上部に上がるんだ。やはり生きていたのね。嬉しいわ。私はこの時が来ると信じていた。さあ出てきて私を殺しなさい。父を殺したように。そうもなくお前を殺す。まずい。面白そう。お前、地獄を見たことがあるわね。お前なら私を殺せるかも。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女、そして死を拒絶された女。さあ、私を殺して。ライデン、パットマンからこちらに直接連絡があった。パットマンから？ああ、ヘリポートにまた仕掛けたらしい。ライデン、君を指定してきている。何？スティルマンが亡くなって次のターゲットは君らしい。なぜ俺なんだ？わからん。こっちはそれどころじゃないぞ。すでにタイマーが起動している。なんてこった。あとどのぐらいだ？カウントを表示する。あと200カウントだ。ここを破壊する気だな。デッドセルの目的と奴の目的はすでに違うようだ。応援は？ダメだ、今からでは時間がない。爆弾はどっちのタイプ？そこまでのヒントはもらえなかった。クイーン、俺が変わろう。どうしたの？バットマンが暴走している。本当にここを沈めるつもり？そうらしい。このままでは計画が水の泡だ。でもどうして？さあな。奴はただの爆弾魔になり下がったようだ。もう思想も理念もない。ジャクソン隊長への忠誠も。分かった。脱落者は私の手で始末する。あの男じゃなかったら。そのようだ。少しは期待したんだけど。クイーンは殺せなかったか？もう用なし。
では俺の好きなようにする。じゃあ後で番。今だ。死ぬべきはこの私なのに、なぜ私だけが死ねない。また一人になった。また私は死ねなかった。まだ生きろというの？父さん、いつまで生きればいいの？お前なら私を楽にしてくれると思っていた。しかしお前に私は殺せない。悲しむことはない。俺は一度死んだ男。バンプ、死にはしない。Don't you lie.